はい、皆さん、ちょっとさ、ついでにだけどさ、私がさ、最近夜作ってるの見る？子供たちが、まだ寝られてる、子供たちが9時とかに寝て、その後にがむしゃらにやってるやつ見る？刺繍なんだけど刺繍なんだけど、見てこれ、これはレインボー、かわいいでしょ。で、こいつは宇宙、手のひらでこうやってるやつ。このね、デザインとかはすべてあのピンチラストで見て、あの真似したやつ、なんかオリジナルではないですよ。これはね、イーボーアイです。かわいいでしょ。これも全部刺繍なんだよ。寝る？結構素敵でしょ。で、これ、これマジみんなびっくりするからね。これはね、私のおっぱい。これ私のおっぱいなの。よく見るとさ、形違うじゃん。これほんと自分の、鏡で見ながら描いたから。うん。形違う。そう、それをね、最近今作ってるんですよ。素敵でしょ？ほんとね、プレゼントしようと思って。おっぱいは自分にキープするけど、なんかこの他のやつとか、そう、なんか友達とか、また家族とかに送りつけてやろうと思ってんの。そういう人いるよね。なんかさ、偏った、自分だけしかわからないアートのものを作って送りつける人。まあ、偏ったっていうか何？自分の好みようは。ね。まあいいんだよ、私はどう思われても。これを、ここ最近、ここ数日ぐらい、子供と旦那が寝た後に、夜ガンガンやってて。で、それとか、あとビデオ編集したりとか、あとは、何しようかな、なんかドキュメンタリー見たりとか。で、これもさ、全部さ、私、インスタグラムを、もうほんと最近やってないの。消してはないんだけど、っていうのがね、私消そうと思ったのよ。消そうと思ったのね。で、そのきっかけが何でかっていうと、ある日さ、YouTube で、あるフォトグラファーの人が、インスタ、その自分のソーシャルネットワークを1年間使わなかったっていうやつのビデオ見たんだ。多分そんな感じだったと思うんだけど、それを見たのね。で、そしたら、彼がさ、言うにはさ、自分はフォトグラファーだから、そういうね、ソーシャルネットワークとかを使ってお仕事とかも入ってくるし、絶対に必要なものみたいなものじゃん、正直な話ね。だけど、1年間使わなかったって言ってて、もうすごいね、良かったって言ってたの。で、あ、これだけこう仕事でね、必要なのにもかかわらず使わなくて良かったっていうことは絶対にいいじゃんと思って。で、私がいつもね、インスタグラムをやってて、こう、まあ、自分のインスタグラムのところにも理由を載せたから、良かったらチェックしてほしいんだけど、インスタグラムやってて、いつも思ってたのが、なんか時間がとりあえず無駄だなと思ってたわけ。なんか簡単にさ、自分の意識を吸い取られて、気づけば2時間とかずっとスクロールしてたりとか、長くないですか？寝る前なのに。ね？寝なきゃいけないのにさ、そういうなんか無駄な時間がすごい嫌だったの、私。で、それで、寝る前とかに2時間ぐらいさ、無駄にして、で、この2時間でね、フローレンスが、この間、作ってあれって言ってたやつできたじゃんとかさ、子供たちにこれ直してって言われて、例えばほつれてたものとか、直してって言われてたのとかも全部直せたじゃんとか、染み抜きとかもできたんじゃんみたいな、後々全然溜まってくのに、今のうちできたじゃんとか、なんかね、そういうのがいっぱいあったわけ。とりあえずそれが第一の理由ね。時間の無駄だなと思ったわけ。それで私さ、一応一つの会社と契約結んでるから、その契約の期間内は、その YouTube と、あと Instagram を使わなきゃいけないんだよ。で、それはもう、その契約を結ぶときに契約しちゃったから、いきなりこう消したいっていう話をね、私の担当の、こと喋ったわけよ。
ね、でそしたらどう思うとかつって言ったのね、あの消したいと思ってるんだけどみたいな感じで言ったら、一応その契約上はこうこうこうだから、今そのなんていうの、インスタグラムを消しても別にいくって、だけどそれ以外にそのなんか何かもう違うやってプラットフォーム使わなきゃいけないけどどうするみたいな感じで言われたの。だから消してもいいんだよみたいな。だけど他で何かね、例えばツイッターとかさ、なんか多分そういう感じなんだと思うんだけど、で、はぁーと思ってと思って、まあとりあえず今のところはじゃあこれ今のものをそのままキープして、でその契約の期間が終わった時に、自分のやりたいようにしようっていうことでとりあえず話は収まったんだけどさ、でもこの会社のね、彼女も本当にさ、本当友達みたいによくしてくれてるから、本当にクリスマスとかもさ、あのクリスマスのギフト送ってくれたりとか、なんか定期的になんかプレゼント送ってくれたりとかしてるわけ。個人的にじゃないけどね、会社からだけど、そうアンバサダーをしてるっていうので送ってくれるわけよ。すごいいい会社なのね。で彼女もなんか、私はさ、こういうなんていうのかな、突発的に思ったこととか言っても絶対に一緒に解決してくれるって分かってたから、それだから彼女信用してるから、それだからまあお話ししたんだ。でそしたらまあ結局まあそれで2人でさ、まあ OK、じゃあそういうことにしようってなったんだけど、今のところは全然インスタグラムを使ってなくって、唯一私がチェックするとなると、あれ地元のさ、このハワイの自分が行きたいお店とかが、ウェブサイトとかもあるんだけど、どっちかっていうとインスタグラムの方があの頻繁に更新されてる系とかのはちょっとチェックしてみるけど、もう全然結構使ってないです。でやっぱりね、インスタグラムを使ってないからっていうだけではないと思うんだけど、自分にもっとすごい時間ができた気がしちゃって、だからなんかすごいスクリーンタイムも減ったし、あの本当最高よ、正直な話。なんかね、新しい生活が始まったっていう感覚なわけ、勝手にね。それほどインスタグラムって私の人生になんかこうなんていうのかな、こう占めてたのかなって不思議なぐらいだったのわけね。でインスタグラムが全部ダメってわけじゃない、これは私がこう生きてきて、私にはなんかな、なんでかな、なんでかなみたいな気持ちがずっとあって、で私が見出したのは OK、 あんまりもうチェックしないし更新もしないし、とりあえず今のところはキープしておくけど、将来的にはなくそうかなって思ってるやつをね。だからそう、私の問題、私の場合はっていう話なので、だから全然さ、今インスタグラムやってる人、言っている人たちのことを否定するわけもないし、好きな人はすごい好きだろうし、いい意味でも全然使えるじゃんか、情報をまず得れるとかさ、遠い友達、なんかね、友達が何してるかとかもすぐ分かるし、あ、子供生まれたんだとかさ、分かるじゃん。だからそういった意味ではすごいいいものだと思うんだけど、なんか私にはだいたい結構とりあえず時間を食われてる、吸い取られてる気がしてて、いつも、だから私は、ちょっとこうなんていうのかな、ちょっと離れたいなと思ったわけ。そうだからね、今最近はそれでガンガン本も読むし、こういうちょっとこうなんていうの、趣味系とかもやるし、ほんとスクリーンタイム減りましたよ。でね、私がそれでさ、スクリーンタイムのことでいろいろ調べた時に分かったやつがあるんだけどね、皆さんもし私みたいな考えの方がいたら、ぜひ、よかったら使ってみてください。あのね、iPhone 使ってる人なんだけどさ、多分他の会社のやつはどうなのか分からないんだけど、iPhone に関しては私 iPhone 使ってるから、設定のとこあるじゃない？セッティングのとこ行くじゃない？で、セッティングのとこ行くと、スクリーンタイムっていうのがあるのよ。ね。スクロールしていくとあるから。ね。で、そこをクリックすると、ダウンタイムっていうのがあるわけ。あと、アプリのなんか、やつとかがあるんだけど、要はさ、ダウンタイムっていうのは、自分がその、使いたくない間、携帯を、スクリーンタイムね、使いたくない間は、それをさ、そのアプリを、要は使えなくしてくれるわけ。要はさ、子供、ね、お子さんいる人で、結構、子供がさ、小学生のなんか前半の方とかで、なんかゲームのさ、ゲームするのとかでこう、コントロール親がしたい時に、ほら、親がそうやってコントロールするじゃん。一日何時間だけとか、みたいな。そんな感じ。そういうのが、その iPhone にもシステムがあるわけ。で、それだから私はね、結構9時から、朝の9時から、
あ、違う、いや夜の9時から朝の9時まで、うんと、その全部のアプリが使えないようになってんだよね。まあ、全然それをさ、その時だけ必要だからって言って解除することも全然できるんだけど、それやってて、あと、例えば YouTube は1日2時間だけとか見るのはね。あと、なんだっけ、Instagram は1分だけ一応1分だけってなってて、そんな感じかな。で、それでもやっぱりあのさ、あのPinterestとかは見ちゃうんだけど、でもPinterestはさ、またインスタグラムとちょっと違うんじゃない？インスタグラムはすごい、もうなんていうのかな、ね、みんないろいろ言ってるけどさ、ほらもうフィルターが超かかってて、別人になってる自分を見て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 っていう感じのさ、子とかいっぱいいるじゃん。なんか私そういうのとかも見てて、フィルターとかもさ、顔全然違くなっちゃってんのに自信を持ってしまってね、その顔に、フィルターがかかってる自分の顔に自信がかかっちゃって、自分だと思っちゃってみたいな。で、自分でさ、本当に自分の鏡見た時に、はぁ、みたいなさ、なんかそういうの本当リアルであるから、なんかそういうのとかも嫌だしね。自分の子供をなんかそういう風になってほしくないなって思うし、なんか一応ほら私例にならないといけないじゃないね、だからさ、まあそういうのとかよ。なんかまあ全然まとまってないんだけど、今こうやって持ち上げてるからさ、顔を、 OK？ そういう感じで、まあ、いろんな理由あるんで、ぜひ私のね、インスタグラムの突拍子に書いた、こう、なんていうの、プロとコンをぜひよかったら見てみてくださいね。それで多分共感できる人は、私みたいにちょっとお休みしてみるのもいいかもしれない。うん。お休みすると、めっちゃ時間ができて、なんかもう手料理とかも最近多いし、めっちゃ昔から多かったけど、もっとこう、なんていうの、時間かけるやつ、するようになった。もっともっと煮込み、なんかもう何時間も煮込むみたいなとかさ、あとこうやって、本をたくさん読んだりとかですね、してるわけ。今読んでる本はね、あ、ここにないや。ヨガの本なんだよ。ヨガの瞑想の本を読んでるのね。で、あとでも他にもいっぱい本あるんだ。友達が貸してくれたりとか、あと自分でもあのハワイのさ、ドンキホーテにブックオフってところが入ってんので、めっちゃ本安いのね。2ドルとかなの。だからそこで買ったこう古本とかがさ、ある、古本とかがあるから、それをたくさん読むのすごい楽しみにしてるわけ。 OK？ そういうこと。簡単に言うと魚の匂いだと。こんにちは、皆さん。さっき家に帰ってきました。今日の今朝はエディソンのやっとアレルギーのテストをしに行ったんです。で、その前にちょっと微妙な朝時間があったから、公園に行って時間潰して、てかさ、私のまつげがすっごい大変なことになってますよね。これまつげエクステンションがつけ直してないからやばくない？
1,2,3,4 って感じなんだけど、そう、ね、なんだっけ、そう、エリソンのアレルギーのテストをやっと受けに行ったので、その前にちょっと時間があったから、またカエルア のビーチに行って、まあ、私がトイレ使いたかったのもあるんだけど、それであと散歩してたら、あ、やばい、時間がなくなってきたってなって、で車を運転して、でそのさ、アレジードクターに行ったわけよ。でね、エリソンテストしたんです。何だったと思う？なんか背中にね、赤ちゃんだから背中にこう、その食べ物の怪しいなっていう食べ物の、まあ、なんていうかな、注射じゃないんだけど、なんかポクポクっていうやつをなんかこう打つんさ、打って、で15分待って、でその反応を見るっていうやつだったのね。でお願いしてたのが、まあ、卵でしょ、牛乳でしょ、あと wheat と、あとソイなので、4違ったんだ。でそしたらびっくりしたんだけど、 wheat とソイにはゼロの反応だったんだけど、そのエッグだよね、卵とあと牛乳、カーミルクは反応したので、だからこの2つは、下げてくださいと。でさ、中にはね、なんだっけ、たとえそのアレルギーを持っててもちょっとずつ上げてっていうドクターと、あと完璧やめてっていうドクターと、まあ、分かれるっていうか、私がドクターに聞いたのは、そういう風に言ってる人いるけどどうしたらいいみたいな。でしたら、彼女は、彼の年齢的には若すぎるから、本当に、まあ、100% できればあげないでくれと言われました。ずっと、まあ、卵と牛乳はそうだろうなってなったの。さ、チーズあげたことがあったのね、昔。でしたらもう、そう、なんか点々ができたのかな？なんか、ポッ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 っていう、反応、お腹に反応が出て、チーズは間違いないなっていうふうに見てたんだけど、ソイとウィートに反応しなかったらちょっとびっくりした。なんかそうだと思ったから。でもなんかこのこうちょっともともと肌荒れがあるのは、まあ、敏感肌っていうのと、あとエクゼマを持ってるからって言って、まずまあそこも治療しなきゃねって言って、常に保湿してくださいねって言われてた。でなんかあんまりこうさ、なるべくね、塗りたくないじゃない、赤ちゃんだし、ナチュラルにしたいから、あんまり物とか塗らなかったんだけど、そのやっぱり乾燥している部分はこう描いちゃうと、もっと荒れて今度切れちゃったりとか、あと違うものになっちゃったりとかするから、乾燥しているところはそうやって常にモイスチュライザーで保湿してあげて、でエクストラなオイルが入ってるものともっと痒くなっちゃったりもするから。この間さ、私がファーマーズマーケットに行った時に、ヘンプのさ、ナチュラルのクリーム、あれつけてみたわけ。あのあと、その痒くなってるところつけてみたんだけど、書いてたんだよ、その後すごくつけたら書いてたので、それをドクターに言ったら、あ、多分それはこう必要以上のオイルが多分入ってるから、もしかしたら痒くなっちゃったかもしれないから、それを避けた方がいいかもしれないって言われて、あ、そっかみたいな。まああれは、まあ、自分に使ったりしようかな、あと旦那にって思ったんだけど、 そんな感じで、やっとエリソンのフードアレルギーの原因が何か分かったから、とりあえず今のところその4つしかテストしなかったから、まあその2つ、卵と牛乳があげられるんだけど、もしこの先なんか例えばさ 100% ね、うちの子が牛乳も卵も何も入ってない食べ物を食べて、で生活している中でまた何かに反応したら、またそれテストしに行かなきゃいけないと思うんだけど、今までそういったフードアレルギーを持っている人自分の身近にいなかったわけよ、家族とかいなくって、だから結構初めてのことだったから、まあ、ほんとなんか時間をかけて試しっていう感じだったんだけどさ、何なのこれ。そんな感じなんです皆さん。だからまあなんとなくあれですよ、分かったからよかった。